TV のこうちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。なかなか SS がゲットできません。それじゃあ今回もバトルでゲットをやっていきます。毎一人目のトレーナーを倒したよね。読み込み完了。やあ元気、君のプロフィールを確認するよ。バトルでゲットエリアを選んでね。選んだエリアのどちらかのボスが出てくるよ。おらんね、全部持っとるね。ポケモン探しにレッツゴー。ボスが現れた。スターアルビエル、野生のポケモンだ。バトルして捕まえよう。さあ君のポケモンを出そう。だってフェアリーはゼルナスで決まりやろ。そうやね。うん、オッケーオッケー、いいよ。メガ進化で、あとはそうやね、キューコンを温存型でいこう。うん、ベッドベッド、スーパースターキューコン、地面がないけど。さあ、ユカリオ、スーパースターゼルネアス、バトルスタート。相手のポケモンが攻撃してきそうだ。先に攻撃できそう。 OK、 味方の攻撃、メガ進化チャンス。これがね、めっちゃかっこよかった。タイミングを合わせてボタンを押せ。メガ進化で一番かっこよかったかもしれない。大成功、メガ進化。さあメガルカリオ、かっこよすぎる。この時点でもめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。虹色の数字を狙え。サポートルーレット、ポケモンで止めろ。おい、サポートアタック、ボタンレンジャー、オールクラッシュ、その調子。いやー技もいいよね。効果は抜群だ。よし、最強。相手が弱っているぞ。ボールを投げろ。負ける気がする。ゲットタイム、必ず一匹捕まるよ。ベトベターがいいね。うん、メモリータグボール全部ゲットしてベトベターを選ぶ。ボタンで止めろ。モンスターボールだ。おゲット確定やん。やった、ポケモンが捕まえたぞ。君のサポートポケモンが増えたよ。相手のボスがクローラベトベトゲットだぞ。ドサイドン、ヤキリト、ボーナスターンゲット。2ターン目、相手のボスが攻撃してきそうだ。うん、いいね。先に攻撃できそう。味方の攻撃、攻撃ルーレット、赤い数字を狙え。サポートルーレット、ポケモンで止めろ。攻撃アップ、よいよい。ボタン連打で応援だ。その調子、効果は抜群だ。どれぐらい、あーちょっと残った。相手の攻撃、これででも倒せるね。うん、先に攻撃できそう。 OK、 倒しきってくれると信じる。味方の攻撃、なんとかいけると思う。
攻撃ルーレット。虹色の数字を狙え。サポートルーレット。ポケモンで止めろ。さあどれぐらいいけるかね。急所に入ればまだわからない。お、行ったやん。終わった。相手が弱っているぞ。ボールを投げよう。交換チャンス。ゲットタイム。交換チャンス。必ず一匹捕まるよ。ボタンで止めろ。全部持っとるんよね。モンスターボールだ。ヒントがゲットできると思う。あ、オッケー。3体チェンジ。ポケモンを捕まえたぞ。こいつはカメックス。新たなボスが現れた。ドサイドゲットだぜ。カメックス順当に来たね。相手のボスが仲間を呼び出した。ハルップル。びっくりした。ベトベトン。でかい。4ターン目。相手のボスが攻撃してきそうだ。どんだけいけるかわからんけど。先に攻撃できそう。あー、もったいないか。先に攻撃できそう。味方の攻撃。攻撃ルーレット。赤い数字を狙え。サポートルーレット。ポケモンで止めろ。サポートアタック。ボタン連打で応援だ。パワー全開。連続攻撃だ。次のターンは相手の攻撃。使ってないから9個の Z 技で行こうか。先に攻撃できそう。味方の攻撃。 Z 技チャンス。光ったボタンを押して Z パワーをためよう。よーい、スタート。うん、オッケー。レイジングジオフリーズ。ボタン連打。おーいだ。決めろ。おーっと、削り切れんのじゃ。相手の攻撃。ボスが弱っているぞ。攻撃のチャンス。みんなで攻撃。全員前に出せ。成功。ゼルメアスしかおらん。あと3体か。ボタンを押しまくれ。一発で倒した。バトル終了。必ず一匹捕まるよ。カルプルがおるけど。うん、そうやね。最後にもう一度ポケモンを捕まえるチャンスがあるよ。3体ね、チャンスがある。光るかな。ゲットタイム。3回挑戦できるぞ。ポケモンの気配がするぞ。ニャヒーとか。ニャヒーとか。いや、ニャヒーとやろう。ニャヒーとやね。ボタンで止めろ。オッケー。ポケモンを捕まえたよ。
ボタンで止めろ。オッケー。ああ、光らんやった。結局出てきた。止めたね。必ず一匹捕まるよ。お疲れ様。あらベトベト、結果を確認しよう。はい、というわけで今回も SS はゲットできませんでした。 SS どこにおるんやろうね。うん、前半結構苦戦しとるから後半でポンポンポンと出てきてほしいね。うん、次回も頑張ります。それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバーイ。イエー。